心の風鍼灸院の大野です。今日はマイク、これですね、マイクをちょっと買ってみて、音量がたまにですねコメントで、聞きにくいですとか小さいですっていう、ご相談をいただいていたので、マイクを買ってみて、今日はマイクをつけて今これ撮影をしています。はい、これでもし聞き取りやすくなったら嬉しいなと思うんですが、また感想を聞かせてください。はい、で今日はなんと私ですね、本当にこれね倒れそうになって、ちょっとね本当にショッキングなお知らせがあるんですけども、まあ皆さんにとってはねすごく嬉しくって、もうこれ前代未聞ですよね。前代未聞のキャンペーンが癒しジェルソティルの会社から通達がございましたということで、まあ拍手でちょっと、お出迎えをしたいと思うんですけども、はい、ソティルって言ったら何ですかって言ったらですね、こちらですね、はい、この、こちら200ミリなんですけども、オーソドックスなタイプがこの50ミリですね。で200ミリ買っていただいた方には、まあ、15ミリのねこれぐらいのサイズなんですけど、15ミリのね結構でもこれなんていうのかな、結構10日ぐらい持つんですよ。だいぶ持つんですね。で私は旅行に行く時とかは絶対持っていくっていうのと、あとなんかなんていうんですか、パーティーみたいな人がたくさん集まる会場の時とか、まあ、ちょっとドレスアップしないといけない時とかは必ず前日の夜にソティルを塗ってお顔を引き上げてから行くようにしています。はい、まあ、ここぞという時には必ず使うソティルなんですが、まあ、普段使いはですね、私このこちらのこのピギーマックスにちょっと混ぜてもう先に入れてるんですけど、使うたびにちょっと混ぜていただいてもいいと思うんですけども、これ混ぜて使ったりとかもしてます。はい、でもう本当に疲れた時とかはもう原液のまま出してもらって、でおでこにこう塗り込むような感じに、塗るとすごくねすっきりします。で本当に疲れてる時はもう首とか肩とか原液のままこう塗り込むような感じで、塗り込むと何が起こるかって言ったら、これですね本当にジェル、透明のジェルなんですよ。はい、これ分かりますかね、本当に透明の、ちょっと分からないですか。本当に透明のジェルで赤ちゃんも使えるんですよね。で赤ちゃんだとアトピーの赤ちゃんとか汗もお尻の汗もでブツブツで赤くて痒くてかわいそうっていうお母さんが何かいいのないですかって言われたことがありまして、でそれで店頭でこのソティルがすごくいいですよと、はい、今日ねお母さんがね頭皮に使ったやつですよっていうふうにお伝えさせてもらって、で水がベースで作られているんですね。で水がベースでプラスイオンマイナスイオンが含まれているんですけども、このイオンの数が半端ないんですね。半端ないんですよ、もう何億レベルなんですよね。でそれが塗ったら皮膚に入って、そして筋肉を緩めるっていう、仕組みになっております。はい、で塗っただけで、そう、森林浴に行ったら皆さん癒されますよね。ふわーっとした感じ、何とも言えないそのスッキリ感、そして癒しの空間が森林浴したら広がると思うんですけども、あれの森林浴の癒し効果のもう何十倍がこのソティルを塗るだけで体感することができると言われております。でそれのですね、リーフレット説明がですね、前はねこれがあったんですよ。塗るイオンサプリのこれね使い方のやつなんですけど、これがすごく分かりやすかったんで、また復活してほしいなと思ってるんですけど、これね分かります。はい、これマイナスイオンでこう緩めてほぐす、でプラスイオンで引き締めるっていうのがあるんですけど、イオン導入器って皆さん使ったことある人とか聞いたことある人はいると思うんですけど、こうイオン導入器でするのと同じ効果がこのソティル塗るだけで起こすことができるということで、本当に塗った後ツルツルサラになりますし、もう使っていくとねもうかなりねお肌の調子が良くなるので、であと引き締め効果が
非常にありますので、お肌に塗るのもすごくおすすめなんですけど、一番のおすすめは10倍ぐらいに薄めて、頭皮に適当にこうバーって塗って、でガシャ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 ってしていただくのが一番おすすめです。で、あの会社はですね、3倍から5倍の希釈をおすすめしているので、まあ、効果をねもっと高めたい方は3倍から5倍でもいいんですが、実際ですね、うちの患者さんがあの20倍ぐらいに薄めて、であの適当にですね、もう毎朝で毎晩こう頭皮に垂らして、で、余った分でこう顔にもバーって、体にもバーってなんか塗り込んでいたらしいんですよね。でそしたらかなりあの顔が、お顔の形がもう変わったというか、もうなんかフェイスラインがもう変わって、もう別人のようになったんですよね。なので1ヶ月後それで LINE された時に、何をしたんですかと言ったんですよ。もう今までと全然顔が違うんで、あの私みたいに丸顔で、もっともっとあの丸顔の方だったんですけども、あの本人もびっくりするぐらい、あの本当に変わりましたっていうのをおっしゃってくださって、でその人ね、目が、あの目の周りのまぶたの筋肉がちょっとあのおかしくなってて、で痛かったんですよね、こうとあの開けられない感じの、まあ、病気じゃないんですけども、まあ、これは手術するしかないですねって言われてたものが、あの手術しなくても良くなったんですよね。あの目が開くようになったんで、ソテル塗ってたら。だからそんな感じで、ソテルってね、あの美容だけじゃなくて、あの実はこれ研修、あの取扱店の方とか、まあ、一般の方も行ける研修があるんですけど、体験会みたいなのがあるんですよね。でそれに私も参加して、あのなんていうんですか、スクリーンで見たんですけど、あの内臓レベル、内臓とか血管とか神経とか、あとはお肌とか髪の毛とか、なんかいろんな項目のソテルを塗った後のデータが全部見せてくれたんですよ。でそもそもですね、このソテルさんはその美容室向けの商材なんですよ、実は。はい。なのであの髪の毛を染めるときにヒリヒリする人とか、そういう人のためにあの液に混ぜたりとか、そのために作られた商品なんですが、あの実はその研究データを取ったところ、これ体にもいいし美容にもいいんだっていうことで、あと精神的ストレス、自律神経にもめちゃくちゃいいことが分かったんですね。ただやっぱり美容室向けなんで、まあわざわざ健康のことまでは発信はあのしていないんですね。まあ、最近は会社が、まあ、その整体院とかそういう健康の関係の方にもおすすめをしているんですが、まあ、データはそのパンフレットには載っていないんですね。わざわざそこまでは伝えなくていいかなっていうところ、みたいなんですが、あの結構ねすごいんですよ。でその研修に参加させていただいて、そこからあこれはすごいなと思って、あの塗ってもらいたいなと思って、あの取り扱いを、始めました。であのこれねすごく分かりやすくて、塗ったらちょっとねポカポカしてくるんですよ。こんな感じになるんですね、塗ったら。はい。で先ほど言ったこんな感じ、ちょっと分かりづらいですねすいません、どうやったらいいかな。これね、ソテルを塗った時に脳波のアルファ波が 25.9% アップするということで、で自分で塗ってもこれぐらいアップするんですけど、人に塗ってもらったらさらにさらにアップするようです。はい。でですね、このね森林浴のやつがないかな。あ、これだ。これね、ちょっと見にくってごめんなさいね。マイナスイオン量ですね、ソテルで、アルカリイオン水とかで、これ森林浴かな。これが森林浴だったとすると、あのもう桁違いですよね、これ桁違いで、桁違いなんですよ。はい。うん、これ遠赤外線応用研究会の調べなんですけれども、ちょっと読みますね。あの森林浴の1200倍のマイナスイオン量が入ってるんですね。はい。もうこれ独自の会社 あのテクノロジーによって開発されたものなんですけども、あのマイナスイオンとプラスイオンをあのバランスよく、これねバランスも大事なんですよね、もうちょうどいいところであの配合しています。
で、マイナスイオン量っていうのは活性水素水の約200倍。これやばいですね。水素水の約200倍ですよ。で、森林浴の1200倍。これやばいですよね。もう桁違いなんですよ。だから今、水素って言われてますけど、水素の200倍です。これね、水素いいよって言ってくれた友達に言ってあげてください。ソテルはその水素の200倍だよって言ってあげてください。これすごいですよね。改めて私もこれ見て、あ、そうだったんだって思ったんですけど、ちょっと勉強不足で本当に申し訳ないんですけど、これ本当にちょっとすごいですよね。塗るだけでいいんですよ。塗るだけでイオンサプリ効果が期待できるということで、もういろんなことで使えます。で、なんで塗るだけでいいんですかって言ったら、なんていうんですかね、塗るとですね、本当に皮膚に入っていくように作られているので、吸収するように作られているので、本当に分子が細かいんですね。なので、塗っただけでなんか癒されるとか、なんか筋肉がほぐれましたとか、なんか本当に肌がツルツルになってすごく嬉しいですっていうね、調子がいいですっていう声もたくさんいただくんですけれども、これね、塗っただけでも体の芯から温める効果もあるんですね。なので、これは本当にすごいんですけれども、あと脳とか内臓の働き、体温とか免疫力がアップすると書いてあるんですね。で、たまった疲労物質も速やかに体外に排出されて、回復が早く疲れにくい体になりますよということで、かなりね、これ本当にいいんですよね。特に自律神経が乱れている方は、マル君と併用していただいたらめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。でね、とにかくお顔がたるんで仕方がないですっていう方は、若返りオイルもおすすめしているんですが、まずはソティルの10倍ぐらい。会社が言う5倍ぐらいでもいいんですけども、10倍を毎日、もう適当でいいです。量とか適当にバーって自分の好きな量を入れて、で、ガーって適当に揉みほぐすのを毎日してください。これはうちの鍼灸院でフェイシャルを選んでくれた方とかに、まずに初めて来てくれた人に塗るんですよ、半顔だけで。そしたら顔の輪郭が全然違うので、それを見た人はみんなソテル買って帰ります。で、先日もソテルをね、買ってくれた方がいて、で、それはもう体験していただいて、もうこれはすごいということで買ってもらって、で、皆さん絶対ね、なんか頭にやってくれたやつはどれですかって、こうね、鍼灸院のこの商品が並んでる棚をね、見て、必ず言ってくださるんですけども、ソテルに。こちらになっております。で、このソティルがね、ネット販売禁止になりまして、で、なぜかというと、やっぱ使い方がよくわからないという問い合わせだったりとか、あとは、どういうふうに聞くのかっていうのがわからない質問とかお問い合わせが会社の方にすごい行ってしまったんですね。なので、会社の方もやっぱり対応がね、しきれないと思うんですよ。で、私の動画を見てくださって、問い合わせが会社の方に行ってしまったっていうことも結構あったみたいで、怒られはしないんですけれども、やっぱり小野先生の方でもちゃんとね、動画でも伝えてほしいなみたいな感じの なんかニュアンスでね、私は受け取りましたので、今今回ね、こういうふうにきちんとね、説明をさせていただいているんですけれども、まずやっぱりですね、このミニサイズで初め、試しに使ってみてくださいねって言ってたんですが、ミニサイズの販売もなくなりましたので、最近もうこの在庫がある限り、もうこのソテル買った人とか、あと美肌セットですね、でソテルもつけてますので、一度お試しいただいたらいいかなと思います。で、使い方、先ほど説明した通り、頭に薄めて塗るのがもう一番おすすめなのと、あとは原液で塗るとか、ピギーバックスに混ぜて塗ったりとか、あと薄めても塗ってもいいと思いますので、皆さんのそれぞれの使い方を楽しんでいただいて、どれが一番自分に合うのかなとか、10倍はダメだったけど5倍の方が私は合うわっていうのがあれば、その人それぞれ違いますから、いろいろ試してみてください。で、使い方もそれぐらいなんで、もう本当になんかそれ以上はないんですよ。もう塗るだけなんで、本当に難しいこと一切ございません。だから楽しんで使っていただいたらいいかなと思います。で、あとはね、その
トラブルがね、前もお伝えしたんですけど、トラブルが あったんですよね。でそれは私じゃなくて、その、ネット販売をしてはいけないのに、そのメルカリとかで箱がついてない状態、これ箱がついてるんです、箱がついてない状態とか、あと製造したもうなんか古いやつを送りつけたりとかする、もう本当に悪質なね販売者がいたみたいなんですよね。でそれのクレームも会社に行ってたみたいなんですよね。で会社はそんなこと絶対しないんですけども、やっぱりその末端のもうソティルのことをよく分かってない人間とか、会社の思いをきちんと受け取っていない人間がですね、そういうことをしてしまっていた過去が数年前からあったんですね。でそれを根絶するために会社も今必死になって動いておりますし、今後ですね、そのシリアルナンバーですね、誰が売ったのかっていうのを分かるように番号がつくようになりますので、これからですね本当に安全で安心でお買い求めいただけるようになるんじゃないかなと思います。はい。で今回そのねソティルさんもうやらかしてくれましたよ。私はですねこれの情報を来た前日にですねソティルをですね販売しているんですよということでもうその人には本当に申し訳ないなということなんですけど、もうその販売した後に知ってしまったんで本当に申し訳ないんですけれども、また買っていただいたらもう本当に嬉しいなと思うんですが、何かというとこれね7月の1日から始まるキャンペーンです。これで景気回復応援キャンペーンが開催されます。これはですね、7月の1日から7月の31日までのキャンペーンになっているんですが、これですね期間中この大きな200ミリを買っていただいた方には50ミリがついてくるよっていうとんでもないキャンペーンになっております。これね私ソティルをこう取り扱いを始めて、2年ぐらい経つんですけど、1年か2年ぐらい経つんですけど、まあ、2年は経つかな、前代未聞ですよね。こんなキャンペーン聞いたこともないですし、多分後にも先にももうないと思います。もうこんなのはもう聞いたことがないです。本当に聞いたことがない。これとこれはセットはあるんですけど聞いたことがないです。だってもうありえなくないですか。これ現品ですよ。現品で4000円なんですよ。で3800円で4000円ぐらいなんですね。でこれは現品で1万3000円で税抜きなんですね。でこの1本の価格で50ミリがついてくるんですよ。もう何をやってくれてるんだっていう話なんですが、これからですね買ってくださる方、検討をしていた方、昨日ですねちょうどソティルのことをね、ご相談いただいて、ちょっと待っててくださいね、明日動画撮るんでって言った方はこのことだったんですよ。はい。なのでぜひこれでご予約商品になっておりますので、ぜひご予約をお願いいたします。でですねこれね期間限定です。7月いっぱいです。で、私が発注かけられるのが7月の1日からになっておりますので、今すぐ欲しい方はちょっと申し訳ないんですが7月からの発送になります。そしてこれね多分ねもう私だけじゃなくて取り扱い店の方はみんなびっくりしてすごい発注が来ると思うんですよね。なのでこれね注文が書いてあるんで殺到することが予想されますと、発送が遅れる可能性がありますよ、お早めのご注文をお願いいたしますということと、あとはやっぱりその数にも限りがあると書かれているんですよね。なのでこれはですねちょっとお早めにご予約をしていただいて、で私は7月の1日の朝これ何時からかな9時半から電話して OK なんで、もう9時半になって9時半とか10時になったらもう必ず電話で発注をかけようと思っています。なのでこの動画を見てくださった方でこう7月いっぱいもう限定なんですよ。もう8月に入ったらダメですかって言われてもうダメなんですね。なので欲しいっていう方はもう今買ったばっかりだけどそんなにお得だったらまた次注文すると思うから予約しますっていう方、初めてソテル使うんですけどそれだったら1回使ってみたいですっていう方、ぜひご注文ください。でご注文方法はメールで、はい、いただければと思います。でメールが Gmail ない人は、ショートメッセージで
携帯番号載せていますので、それにショートメッセージください。はい、ネット商品ではございませんので、大変申し訳ないんですが、お手数かけるんですが、お問い合わせいただいて、これの7月のキャンペーン、1つくださいとご連絡をいただきましたら、その予約分だけ私が7月の1日になったら発注をかけますので、お早めに、それまでに、今月中までにね、できれば予約の本数を教えてください。お一人様2セット限定になっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。価格はですね、1万3000円が税抜きで、税込みで1万4300円になります。で、送料は私が負担しますので、1万4300円で、この50ミリと、200ミリが、送りますので、前代未聞、約だから1万8000円分ですよね。だから4000円ぐらいが得するキャンペーンになっていますので、ぜひ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 、お早めに、ちょっともうこれすぐ動画でお伝えしていますので、ぜひ皆さん7月の1日、私が発注するまでに、ご連絡いただければすごく嬉しいかなと思います。はい、もうとんでもないキャンペーンで、もうこう聞いたことないですよ。こんなことする、ことね、本当にちょっともう本当勘弁してほしいなっていうことなんですが、まあでも会社としては、やっぱりそのね、今回のコロナウイルスでストレスをやっぱり受けた人が非常に多いということでね、そのストレスを少しでも解消してほしいということで、今回のこのキャンペーン、もう少しでも、たくさん使っていただいて、ストレスを解消してほしいという会社のね、思いがあってですね、今回のもう限定のキャンペーンになっておりますので、これを私もお伝えをしましたので、あと皆さんよろしくお願いいたします。はい、ではですね、今回は本当にびっくりするソティルのキャンペーンのお知らせでした。はい、では以上になります。ありがとうございました。